手をグーにしているような不思議な歩き方、レスリングウェアのような V 字の模様、いくつもの特徴を持つユニークな動物です。とべ動物園ではオスのペロが一頭で暮らしていましたが、2ヶ月前伊豆シャボテン動物公園からお嫁さん候補ツムが引っ越してきました。自然保育で育ったペロ君で、人工保育で育ったツムちゃんというところではちょっとね、行動にも差があります。いきなりこう一緒にしてしまうと怪我をする可能性もありますので、まあ少しずつ一緒に、まずはこう柵越しに顔合わせから。今は別々の部屋で暮らしていて、お互いの存在を意識させる段階だそうです。